はいどうもパチオです、えー、今日はね、何の話をしていこうとかというとね、えー、最近のね、ちょっと動画投稿ペースが落ち気味だという、そういう話なんですけど、<coughs> 実はね、もう今週に入って2回休んでるのかな、えー、なんかそんな気が,す気がしますけど、先週からと合わせると3回ぐらい休んでるのかな 基本的にね、あの、毎日投稿してるくせに、あのー、なんか最近、なんか動画を休んだりしてるっていうね、えー、それについて、あの、ちょっと喋っていこうかなと思うんですけど、まあ、簡単な話ね、あの、正直言うとネタ切れであります。<laughs> えもう僕のね、あの、プライベートな話題というのもね、まあ、ネタにはないこともないんだけど、<laughs> もう、さすがにね、 あのネタがつき気味っていうね2年半もやっててえー、っと動画的にはもう900本以上やってんだよね <laughs>、えー、そんな中でねあの自分の話も随分してるからもうね自分のことを喋るのはもうねあのネタ切れってネタがないんじゃないかっていうねまあ一応隠し持ってるやつはあるんだけど まあ、とはいえね今出すタイミングじゃないということで、まあそっちの方はあれなんですよね。であとね、あのー、どっか旅の動画とかね、山登りの動画とかをね、あのー、いろいろあげるんですけど、えー、ストック実はあるんですよ。えー、っと、3本かな、4本かな、えー、2本かもしれないけど、一応ね、カメラにあるんだけど、えー、それをね、アップすることを、 ができないまんまんずっと過ごしてるっていうことでえそれもねなんか上げることができない寝てるときにねちゃんとアップしとけよっていう話なんだけどその設定をする前に寝落ちしちゃうんだよねあ <laughs> の <laughs> うんだからねカメラの中にはあるんだけどスマホの方にそれをまずお転送することができてない あーいかんなでそしてねあのー、まあ一応ねあの会社の話をねしたりとか、えー、現場の文句が最近すごく多いんだけど、えー、それもねなんかちょっとねやりすぎることにはさすがに抵抗があるでそれでい,いてじゃああのー、ね時事ニュースというね まあニュースをネタにしたりとか、ね、そういうことが可能なんですけど、じゃあやるかやらないかって言ったら、えっとね、時事ネタをね、そんなに扱いすぎることにもちょっと抵抗がある。ってなると、何やるみたいなね <laughs>、そんな話があるんですよ。えーっとね、まあそういう感じでね、 まあ実際には、あの、上げ、毎日上げようと思えば、いくらでも上げれるんだけど、なんか自分の中でね、納得がいかないというか、そんな感じがあって。でね、それで、あの、動画を上げるのをね、ちょっとやめていたっていうのはあるんだけど。やっぱね、その、毎日毎日投稿できる人ってのはすげえよって <laughs>。 まあ僕もね、ほぼほぼ毎日に近いぐらいは投稿してたけど、動画投稿。一応ね、その、年、な、365日 ?2 年間ずっと動画を上げ続ければ730ぐらい <laughs> いかん。計算ができん。<laughs> 730ぐらいだと思うけど。まあ、で、 僕の場合だと、今だいたい2年半ぐらいえーっと、に、まあ、2年半ぐらい前の6月28日に初めての動画を上げたと思うんだけど、で、それから、まあ、2年半で、2年半だと何日だ ?365 だから、えっと、182か。 だから、730、えー、2 8 2だ,だから、だいたい910日とかそのぐらいの日数だと思うんですけど、今まで。<laughs> で、そんな中で、だいたい950ぐらいの動画はもう上げてるんだよね。950、まあ、俺超えてたと思うんだけど、1日1本より多いペースで、あの、動画を上げてる。 俺結構すごくねとかは思ったりするんだけどさすがにここまでねあの動画を上げてるとまあちょっとね自分のことを喋れるのもなんかあれだしあとねなんかゲームの動画とかねやっぱ上げたいんだけど <laughs> えーまあゲームに対してねただやるだけの動画になっちゃうからまあ例えばね僕で言うとね「あのウマ娘」とかやってんだけどっ <laughs> まあ世の中のね、あの、すごいプレイヤーたちがウマ娘やってる中、えー、僕は大した、なんなら半年ぐらいやってなかったし、まあ、そんな中ね、あの、ウマ娘の動画上げるのもどうかなって。で、クラッシュロワイヤルの動画とかのね、あの、上げようと思えば上げれるんだけど、まあ、それもね、なんか、ね、あの、自分の動画を誰が見たいんだろうっていうことを考えると、なかなか微妙なとこ。 まああとね、まあ最近全然やってないけど、将棋ウォーズとかね、うん、現状の自分の実力を見せるのも、まあ、またやり、まあ、ここ2年ぐらいね、また手をつけてないんで、それもね、なんか違うだろうみたいな、なんかそんな感じがあるし。っていうことを考えると、なんかね、その動画に対する、 動画に対するバリエーションがなんか最近減ってるような気がしてでそれをなんとかしたいなとか思ってんだけどやっぱねその自分がねあの継続性はあるんだけどその性格的に悪性なのかな継続はできるんだけどなんかこれちょっと違うんじゃねえかなみたいなそれこそ会社の文句ばっかりずっと言ってるのもなんか俺の性格からしてねそのあんまり人の文句を言う あれではないからね普段あんまり言わない側の人間なはずなのよ。あのっていうこと考えるとね会社の文句とかばっかり言ってるのもなんか違うような気がするしねまあ今の現場確かにクソなんだけどだからってそれをずっと言い続けるのも違うだろうみたいなところがあってやっぱりそれもなんか違う。 じゃあ何をあげんのっていう話になるんだけどね。なんかそれに対するネタが答えがな,んか,なかなか見つからないっていうね。なんかそんな感じで、まあ、僕としてはねちょっとね前向いて頑張っていかなきゃいけないんだけど、まあ、今ね、あのー、チャンネル登録者数なん,かなんか知らん間に1人減っ,た減ってたんで94人になってるんですけど、まあ、これからね100人に向けていいよね。 とりあえず3年間で100人っていう目標に対して進んでる中で、あと1ヶ月に1人増えりゃいいだけだからね。もうこれはクリアしたも同然だろうみたいな。なんかそんな気がせんでもないんだけど。わ <laughs> からんよ。こっから全く増えない可能性もあるからね。なんか知らないけど、急に増えるときは簡単に増えていくしね。っていうことを考えると、そのインプレッションってやつあの、 そのこの動画がその誰かの YouTube の,のページに出る確率っていうのを頑張ってあげなきゃいけないんだけどなんかそのスコアがね最近下がり気味でっていうのをねまあこうやってね動画をちょっと休んだりするとやっぱり休むとねあんまりなんか YouTube のそのねあのコンピューター的に動画休み休みやるより毎日やってた方が あのやっぱそのおすすめされる率は上がるのよね。っていうことを考えたらねやっぱ毎日やらなきゃいけないんだけどじゃあそれをなんかそのあんまり興味もないニュースのために浪費するのもどうかなっていう、うん、あんまり興味ないんだったら動画にしなきゃいいじゃんみたいなそういうとこもあるからね。<laughs> だから まあ最近ね、その、時事、時事ネタって、やっぱその、世の中のことに興味持ってなきゃいけないじゃない。で、今ね、あんまり周りのことに興味がない状態なのよ。まあ、それもあってね。まあ、こんなことじゃいけないんだよなぁ、なんて思いながらも。<laughs> なんか、全然ね、あの、もう、今やなんか、よすて人のようにね、なってるよね。 玉の休みになりゃ山登りに行ってってね。<laughs> でまあ、あ,あそういやね、その、えっ、ー、と、前の動画だったかな、あの、チョビがね、あの、プロポーズするとかいう動画があったんだけど、まあ、プロポーズ、かつ、あの、先方の親に挨拶に行くという話でもあるらしい。 まあ実際どうなんどう考えてもだって同い年ぐらいのねその女はだいぶ年下なわけでそうすると自分と同じもしくは自分とちょっと上ぐらいの父親が出てくるっていうことが予想されるわけでそういう時にきょどんねえかなみたいなことを 結構思ってんだけどねまあそれは心配なんだけど。<laughs> っていうね。やっぱこうやって会社の <laughs> 人間のこととか、あと現場に対することってのは結構ね、ポン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 出てくるんだけど、まあそれ専業になっちゃうとね、チャンネルとしてちょっとどうかなっていうのもあって、まあ僕としてはね、あの何から何まで全て網羅した雑食でやっていきたいっていうね、そういう目標があるんでね。 まあそういうのはサブチャンネルでやれよみたいなね。まあ世の中にはそういう感じの人もいるんだけど、僕はサブチャンネル作る気ないんでね。わ <laughs> からんよ。チャンネル登録者何万人とかになったら作るかもしれないけど、こんなさ、あのチャンネル登録者100人いかない状態でサブチャンネルとか、ちょっとバカバカしいからね。わ <laughs> からんよ。その、新しく作るっていうと、新しく作るとその、<laughs> ね、またその一発目ってなんかその周りにねその出やすいというかそのおすすめされやすいっていうところもあるらしいからまあそれを狙うっていうのもありのかも,しなのかもしれないけどそれにそれをやるんだったらもうちょっとねちゃんとした感じのをやっていきたいなっていうねちゃんとした感じのってどういうのなんだろう とは思うんだけど <laughs> まあそんな感じでねちょっと今ネタが枯渇してあの煮詰まってますっていうそんな感じですねえそんな動画でしたっていう近況報告ですじゃあ終わりにしましょう以上パチオでしたバイバイ